SIEM は従来からあった EDI のより発展した形態であるということも言えるかと思います。発注企業と受注企業の間で取り交わされる情報がその矢印の上に書いてありますけれども、確定発注情報、それから内示情報、これは例えば3日後ですとか、1週間後の発注するであろう情報に関して内示するもの、あるいは計画情報、これは例えば1ヶ月後の発注するであろう情報を計画として流す。さらに、需要予測をお互いに共通のデータや共通のロジックで作りましょうと。で、お互いに生産計画を準備しましょうということで、右に行けば行くほど高度な情報交換、高度な情報共有であるということが言えると思いますけれども、EDI が確定情報を中心として、場合によっては内示情報を扱っていたのに対して、SIEM はこれらは当然のものとして計画情報、特に需要を発注者側と受注者側で協調してやっていきましょうという形に進展してきていると。で、より高度な生産計画を販売から生産、部品の供給までを含めてトータルで統合して行っていきましょうという形に進歩してきているわけです。従来は販売側は自らの欠品、機械損失を避けるために予測以上の発注量を生産側に要求すると。で、生産側はそのデータを信用しないで、自分たちの生産計画に従ってやりやすいように生産していると。こういった、狸の化かし合いがあって、で、非常に効率が悪かったわけです。で、これは同じ会社の中でも販売と生産というのは非常に仲が悪くて、お互いにデータを信用してないというようなこともただ見受けられたわけですけれども、このように同じデータを使って同じロジックで需要予測をすることによって、無駄な欠品あるいは無駄な在庫をなくすということによって、サプライチェーン全体の効率が大きく向上することに寄与することができたということが達成されたわけです。